はい、加藤さん、本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。本日はどういったトレーニングになりますか？今回のトレーニングは、ターンの安定性を高めるメニューをやっていきたいと思います。はい、ターンの、まあ、名手の中で、ダリド・シルバ選手とチアゴ・アンカウント選手、この2人の選手っていうのは、その、ターンの、まあ、足元の技術もそうなんですけども、その体重移動する上での安定性だったり、もしくはその内側のターンと外側のターン両方を使いこなせる、もう数少ないなんかその選手なので、まあ、その2人を参考にしながらその安定性のメニューを、強化していただき、頑張っていきましょう。はい、頑張っていきます。はい、まず1種目目のメニューはクランチツイストというメニューをやりたいと思います。ターン の, その安定性を高めるには体幹のこう回旋っていう動作を制御してあげるっていうことが必要です。はい、こうターンで方向転換するときに体がそのまま流れてしまうのではなくて、下半身を止めた中で体幹も制御をかけてから方向転換してあげるっていう、その、まあ、安定感、回線のところを止めてあげる、制御してあげる、コントロールしてあげるっていうのを高めるメニューを、まずやっていきましょう。はい、それではメニューの説明をしていきたいと思います。はい、まずこのメニューをする上で最初に注意してほしいのは、はい、体が伸びきった時に腰がこう反るような動作っていうのを、この時腹圧が抜けるっていうのに注意してください。よく高校生とかで腹筋を多くやった後の次の日に腰痛が出てしまう選手っていうのは、この腹筋の制御が効いてない時に腹圧が抜けて腰がこそってしまうっていう現象が出てしまうと、その腰痛が出やすい動作になってしまうので、まあ、そこは注意しながらまずこのレンジやっていきましょう。マットに出して仰向けに寝ます。はい、上向きです。そしたらまずボールを持ってください。で、仰向けそのまま寝ましょう。まずはこの状態の時に腰がにポケットができないので少し膨らんで入れてください。はい、この状態を維持したままへそのラインまで両膝を持ち上げてください。はい、この時に膝は必ずくっつけるようにしましょう。これ内転筋を締めることによってより腹筋にと、あと骨盤周りの安定感が増すので、このポジションはまずは、基本のベースにポジションにしていきましょう。そしてボールを持っている方の手はまず最初耳の横あたりにボールを運んでいきます。この時目線もボールを持ってあげるようにしましょう。はい、そしてこのボールの対角の方向に膝を少し傾けます。これがスタートポジションです。このポジションで体が伸びている時に腰が、ポケットが大きくできないように腹圧を入れるようにしましょう。この状態からボールを右の脇に持ってきてあげる瞬間に膝をファーストポジションに戻します。そうです、このポジションからまた戻してあげて回線の動きを入れながら、このトランクの部分が制限かかっている状態を繰り返して、そうです、斜め上、この伸びた時によく膝の位置が下がったり、もしくは腰の方向ができたりするので、へその位置に膝の位置を固定しながら斜め前に制限して、はい、もう一度繰り返しましょう。OK、ですね、ゆっくり戻してあげてください。慣れてきたらこれを瞬間、スピードを上げるようにしましょう。下げる瞬間ピタッと止まります。この時に骨盤がグラグラしたり上半身がグラグラしたりしないように素早く制限をかけて、スイッチが入ったら GO で制限かけて、その時めちゃめちゃ腹圧入って腹筋出る、きついと思います。じゃあこれ地味にきついですね。ラスト1回やりましょう。で、GO!あーちょっと動いたっていう風に、これで制限をかけてあげる。これがターンをするときに非常に使われる動作になるので、股関節骨盤周りをプロテクトしながら体幹と連結してあげるかっていうのがこのメニューの、ポイントになるので、じゃあ一応立ってもらって、でこの、トレーニングをすることによってこの下半身の動きに対して体幹部が止めるっていうコアが入りながらっていうのはターンの時にどうしても、ですね、足を踏み込みます。踏み込んだ時に腰回りがスイッチが抜けて前傾のポジションにカバーになってしまうと、どうしてもこの状態で体が下がってました。そうすると次の動作のアクションが遅くなってしまうから、特に
頭が左右に揺れてしまうとターンが非常に1回1回1,2,3で1,2,3っていうスリーテンポで動いてしまう。ただダビド・シルバ選手だったり、はい、チアゴ選手っていうのはこの頭の軸っていうのがスーッて立った状態でインターン、アウトターンっていうのが繰り返されている。それもトップスピードの状態でもキュッと止まって次の状態に入れるっていうのはこの頭の位置っていうのを体感で制御かけていくっていう、このメニューをやることによってその頭の位置を制御かけるためのこのポイントっていうのを、作れるようです。このメニューテーマ、はい、しっかりそれを使っているからこそああいう綺麗でそうフィットなターンができるんです。はい、じゃあこれをやっていけば次が身につくかもしれないし知れないちょっとこれ頑張ってそういうイメージをしながらぜひトレーニングしてみてください。はい、はい、でも頑張って取り入れていきたいと思います。2種目目のメニューは、はい、シェルスタビリティってメニューをやりたいと思います。これは、下半身 この骨盤周りの外旋っていう股関節の動きがあるんですけども、はい、ターンを習得するにはこの股関節の外旋という動きの安定性を高めていく必要があるんです。これは、方向転換するときにここから外旋ってポジションがこういう風なピボットの動きもあるんですけど、この股関節の安定性を高めることによって動きの効率性を上げていくっていう風な形になります。このメニューをやることによって体幹の制御と股関節この連結がより滑らかになるので動きの滑らかさより速くより強くっていうのが可能になります。ぜひこのメニューをまずトライしてみましょう。はい、はい、それではシェルスタビリティの、トレーニングの説明をしていきたいと思います。はい、まずは、このメニューは横向きになるのでマットに対して横向きになりましょう。はい、そしてまずは肩の下に肘が入ります。これが肘が肩より前に入ったりもしくは近すぎたりならないように肩関節の真下に置いてあげるのが第1ポイントです。はい、2つ目のポイントはこの肘のラインに対して膝が前に入りすぎないことです。肘のラインと同じところに膝を置いてあげます。で両膝並べてあげましょう。はい、そしたら、下の脇腹最初は地面につけてあげましょう。これがファーストポジションです。この肘の位置と膝の位置関係っていうのを間違ってしまうと狙っているトレーニングの、筋肉狙っている筋肉の方に、アプローチができないのでこの姿勢をまずしっかり取るようにしましょう。はい、ここからまずは下の脇腹を、持ち上げてあげるようにします。まず一度持ち上げてみましょう。膝つ、はい、ここで下の脇腹を収縮させたいと同時にこのシェルエクササイズっていう名前がついているようにこの外旋筋肉関節の外旋筋肉を収縮させたいので膝を開きます。はい、この膝を開くときにお尻を締めてあげるように、イメージを持ちましょう。この時に、肩が前に入ったり後ろに行き過ぎたりしないようにこの頭から、骨盤までのまっすぐなポジションそして下の脇腹が下がらないというのを意識しながらスイッチを入れてあげましょう。もう一度下げます。はい、下の脇腹と股関節の外旋筋肉が同時にスイッチが入るように繰り返していきましょう。じゃあもう一度持ち上げます。1そうです。でここでお尻を効いてくる感じだと思います。そしたら戻したり、はい、2そうです。で戻して、はい、3はい戻して、はい、4そうです。このお尻に効かせて、はい、ラストを行きましょう。 5OK です。はい、このメニューをやることによって股関節と体幹 の側腹部との連結が高まるのでこれがターンの動き非常に役立ってくれます。で一応立ち上がってください。はい、ターンで例えば、この切り返し動作ボールがドリブルの時の切り返し動作もしくはこのステップで切り返し動作の時にこの膝の位置がここからアクセルになる方に外旋してこのポジションで止めてあげるから次のアクションで方向転換できる。ここの切り返しのこのブレーキをかける内側の、足ここの安定性を高めるためにはこのメニューができないと膝が制限かからずによく多いのがシャトルランみたいなメニューやってる時の高校生で多いのがこの内側の足の制限がかからずに止まれないから外側の足が
こっち流れてで、1、2、3でアクセルが流れてこれは、動きの効率で非常に悪くなってしまうエネルギーめちゃめちゃ使っちゃう、これをこの内側の足で止め切って次の足が差し込んだ状態頭のポイントを残したまま重心のポイントを残したまま次のアクションに入れると切り返し動作が早くいけるっていうことになるんで、うん、このメニューができるとその感覚がよくつかめると思うんです。今の説明めちゃくちゃ分かりやすかったですねこれをただがむしゃらにでシャトルランやるのとこういう動きを意識してここにしたらいけないのこっちが差し込む頭ずれないよガニ股にならないよっていうのを意識しながら次の動作入れると切り返しドリブルの切り返しでどうぞ。それも、ドリブルボールがあるときでもないときでもそういう重心移動っていうのをこういうコアのスタビリティのメニューからやって、意識づけしてあげると非常に効果的だと思うんで。ちょっとイメージできた。かなりちょっとね。はい。すっごく僕シャドウランとかやったとき流れてたなっていうのは多分なんか思い出しましたね。だからそれでまたパワーロスになって、そうそう余計なエネルギー使って。そう。やっぱり、今回 の, その参考にしてもらいたい選手のダビロ・シルバ選手とかはやっぱりこの頭がガーって動くシーンっていうのはイメージできないと思うんだよね。スーって背中が立った状態でなんであんな簡単に速く滑らかなターンできるんだろう。それやっぱ大きなこう理由があってヘッドポイントずらさずに下半身の足の接地する位置とか股関節の安定性だったりがやっぱ理由があるって。だから一つ一つそれを近づけるためにメニューをクリアしていくようにしていきましょう。これをなんか YouTube で 見ることができてる今の高校生がすごい羨ましくなりましたね。僕が高校生の時こういうメニューがあったらよかったなと思います。もうひしひしと感じたんで、これしっかりちょっと取り入れて、はい、他のフォワードなんで結構、はい、切り返しもするとき、キックフェイントからの切り返しも結構多いんで、もうぜひ活かせると思うんで、取り入れていきたいと思います。はい。はい、頑張っていきましょう。ありがとうございます。はい。